れた。ここんとこいくらなんでもタルタロス行き過ぎじゃね。文句言わない。月末にはもうニュクスとの決戦なんだから、頑張りすぎってことはないでしょ。まあ分かってんだけどさ。今はもう言われて任務についてるわけじゃない。俺たち自身で戦うと決めたんだ。確かにな。だがそれならなおのこと、体を壊してはまずい。疲れが溜まり出す前に遠慮せず休んでくれ。うっす。ああ明日日曜か。去年はこういう時は一日中寝るぜとか思ったもんだけどな。今だと逆に落ち着かないですよね。私はいろいろ考えたけど予定入れられなくて。ああわかる。私もさ、もうすぐ全部終わりかもって思って、あれもこれもって予定すっごい考えたけど、なんか人生終わっちゃう前提みたいで泣いた。お前は明日なんか予定あんの？いや一日埋まってるわけじゃない。よければ誰か散歩に連れて行ってほしいとコロマルさんが。あー癒される、そのマイペースな感じ。当番誰だっけ。なんで俺に目線集まってんの。そんな何でもかんでもサボってねっすよ。俺の当番は明日からっす。そういえば明日でちょうど1週間なんだよね。1月31日までだね。あんま考えたくないけど。1週間ってことはどの予備も残りあと1回ずつ。あ、ごめんなさい、こんな空気にするつもりじゃ。いや気にしなくていい。最後の日曜日っていうか、あ、そういう意味じゃなくて、大丈夫、分かってるから。なんか約束の日までギリギリになったらきっと学校なんか行ってられない気持ちになるって思ってましたけど、今は逆に大事にしたい気分です。そうだな、日常のありがたみがわかる。いいんじゃないですか、昼間は普通に学生してれば。どうせ夜中になるまで戦いようない相手だし。だな、言い出したらキリねえよ。そうかもね。細かい話は不要だな。明日の日曜はそれぞれ有意義に過ごしてくれ。今日はこれで解散にしよう。はい、はい、いーっす。早めに休むか。お疲れ様でした。おやすみなさい。あーたくさん寝るぞ。今日は先輩のとこの化粧水使わせてもらおうかな。部屋に戻らないんですか。え、ああ今週は当番だから、コロマルの水を変えないと。嬉しいそうです。そう？